コウノトリスタジアムは兵庫県豊岡市にある豊岡市立スポーツ施設のうち豊岡総合スポーツセンター内にある野球場。同市は日本で最後の野生コウノトリの生息地として知られ、人と自然が共生する地域社会を目指す取り組みが行われており、コウノトリとの係わり割りが深い理由からコウノトリスタジアムと名付けられた。会場以来、 主に少年野球や高校野球など、アマチュア野球の公式戦が行われており、全国高等学校野球選手権兵庫大会では、試合会場の一つとして使用されている。社会人野球では、2013年にのも、ベースボールクラブが、大阪府堺市から、兵庫県とヨー市に拠点を移し、投球場を本拠地球場として使用している。 現在プロ野球は開催されていないが、以前は、オリックス・バファローズの主催試合や関西独立リーグ、赤市レッドソルジャーズの主催試合が年に1回程度行われていた。なお、スタジアム入り口には AED が設置されている。豊岡総合スポーツセンターには、同施設のほかに、陸上競技場とテニスコートを備えている。2016年4月、改修工事が終了し、 内外や共に人工芝化された。豊岡市が把握している公立施設の一覧表。ありがとうございます。